瀬川義雄10月23日から2002年3月22日は日本の囲碁騎士。兵庫県出身、久保松かつを名誉球団老文化、日本棋院所属、球団、本因坊戦、リーグ2期など、熱い棋風、日本棋院関西総本部理事などを務めた。兵庫県向こう群なるお村に8人兄弟の7番目として生まれる。父が囲碁好きで、 離れの2階を5階所のようにしていたことで、小学4年の時に碁を覚える。翌年地元で、久保松勝基よに、矢子で打って、事後とし、入門する。小学時代は、森重久也と同級生で親しくしていた。1929年15歳で入団。1931年から33年まで、東京の大手合に参加。この時は、 久保松門下の兄弟子にあたる北に実の家に下宿した。1939年4段、結婚、招集を受け、南市、関東、仏院方面を転戦する。翌1940年には、関東で決死隊に参加し、41名中戦死者12名の作戦で辛くも、生還、1943年に復員。 1945年に再度招集を受けて、高知に配属され、終戦を迎えた。1946年からの日本棋院関西支部の、手合再開に尽力。1947年五段。1950年の東西対抗戦には、関西棋院代表として出場し、高橋茂之五段に勝ち、第二次戦の勝ち抜き戦では、藤沢秀幸五段に勝ち、 梶原武を五5段に敗れた。同年の関西金独立に際しては、日本金関西総本部に所属する。1951年第7期本因坊戦で、関西総本部騎士として、最初のリーグ入り。続いて1953年にも、第9期リーグ入りし、坂田坂尾を破る。1954年6段。1957年7段。 1960年の日中以後交流法中断に参加。1971年、57歳で八段昇段。1979年に、心筋梗塞で倒れ。1981年に68歳で、現役引退、9段。2002年88歳で死去。門下に、早瀬博岡道武氏聖火が競馬場に近く、家の離れには、 騎手の伊藤勝義もよく来ており、瀬川もその後競馬を趣味にする。本因坊秀才が競馬場に行くのにもよく同行した。関西総本部の理事と陰性師範を務め、1955年は総本部で1年に1人という入団定員枠を破って、早瀬広林美穂、天住信夫の3名を入団させた。また1954年開始の近記録。 府県甘いご対抗戦を設立させた。1976年、理事としての功績で、第1回松原賞受賞。1983年、大倉賞受賞。1984年、君4等局日、賞受賞受賞。1954年1月20から21日第9期、本因坊戦挑戦者決定戦リーグ戦、瀬川義雄五段。 坂田坂を八段105から132手瀬川は予選で細川千人七段に勝って二度目のリーグ入りを果たした。序盤、黒番坂田が上辺での機敏な打ち込みから優勢な局面とするが、白も中央でポン抜きの厚い形を得る。黒1から黒11と中央のしのぎにかかるが、黒9白10の交換が手薄さを生じて疑問で、白はここから厚みを生かした。 得意の寄り付きで三目半勝ち、本因坊リーグでの初白星を飾った。坂田は、合成限との10番号が1ヶ月前から始まっていた、最中だったが、リーグ戦では痛い黒星となった。ありがとうございます。